コロ先生と言ったらタコ、タコと言ったらたこ焼きの、たこ焼きといえば買い食いだろ、買い食いと言ったら金魚すくい、金魚すくいといえば夏祭りだな、夏祭りと言ったら浴衣、浴衣と言ったらチャンネルだろ、チャンネルと言ったらのぞきだね、のぞきと言ったら燃えるよね、燃えると言ったら少年漫画、少年漫画と言ったら復讐よね、復讐と言ったら授業かな、授業と言ったら予習が肝心、予習と言ったら来期のアニメだね、来期のアニメと言ったら楽しみだよな、楽しみといえば初号で、初号といえば調味料っしょ、調味料といえば砂糖に決まり、佐藤さんといえば鈴木さんかな、鈴木さんといえば一郎選手、一郎といえばかっこいいよな、かっこいいと言ったらカラスマ先生、カラスマ先生と言ったら体育じゃない、体育と言ったら訓練だ、訓練と言ったら暗殺ね、暗殺と言ったら暗殺コース